吉田さん、10年やってるとね、吉田さんが感じていることも感じれるようになってきますよ。例えばね、久しぶりにコメントさせてもらいます。もうやってないと思ったんですけど、まだ更新してるんですね。3年ぶりにコメントします。ね。以前、即課塾でお世話になったものです。しばらく離れていましたが、一心上の都合により、またネットビジネス頑張ろうと思います。ね。そうやって再開していくと。 なんかね、その、以前、何年も前、5年とか6年とか10年前に、関わりを持った人が、何らかの事情で離れて、そしてもう一回ね、昔あったネットビジネス、もう一回やったらどうかな今どういう風になってるのかなと思ってログインしたら、あれ久保さんまだやってる。更新。今日じゃん。しかも20分ぐらい更新してる。何これちょっとメールウみたいなね。結局は、昔、学生時代に、 自分がね、ずーっとランチを食べていた飲食店。社会人になって20年目。ふらりとその街に行ってみた。まだやってるちょっと食べようマスターまだいるすげえ年取ったなーうわ、このメニューなんか端が破れてる。まだ使ってるんだ、これ。あ、カニチャーハン。懐かしい。カニチャーハン食べようかなみたいなね。班長の、その、学生時代。 なんかロックミュージシャンだったらしいですねフォークソングミュージシャンでその頃よくカニチャーハンを食べに行ってたのをなんかね一日外出券でもう一回その店に行った時にねやっぱね感動しとったみたいですね、うん、でマスターも年取ったけど最後食べ終わった後にカニチャーハンを無言でポンと出してきて「えあれ頼んでないですよ」って「あれそうだったか?」いつもカニチャーハン頼んでたからてっきり 間違えちゃったよ。みたいな感じでね。20年ぶりの学割、みたいな。そんな話ありましたけども。いや、あれってね、なんかね、すごくいいですよね。だから、多分この10年とかね、私やってますけども、これからもね、20年目に突入すると思うんですよ。で別に、家族とか何とか関係なく、帰りを待つような感じで、即家塾なり、FX のオリガルヒなりを続けると思うんですね。むしろね、お帰りなさいというために、店を開けているみたいな。 そんな記載しますね。なんかね、嬉しいっすね。そう思うと。ワクワクしますね。誰が戻ってきてくれるのか。で、麻雀屋の親父が、10年生き残ってますよ。本当に。すごいことですよね。ニヤニヤしながら、クロ e ムブック買ってる場合じゃないですね。本当ね。でもね、吉田さん、あそこから、ここですからね。うーんライバルはいなくなりましたよ、本当。ナミさんと、 あれでしょ吉谷さんぐらいで、な山口陸もいなくなっちゃったみたいな感じですよね。いるのかななんかわかんないですけども。もちろんね、マトリックスアフィレート、メタリューセンもいなくなりましたけどね。あれ本命だったのかなあと、平成のガリレオ。平成のガリレオもいなくなりましたね。<laughs> なんかね <laughs>、どうなってるんですかね。<laughs> いってらっしゃい。